どうしたの？お疲れです。相談？相談ちゃう。相談じゃない。動画です。うせやん。動画散らかってんで、ちょっと。お久しぶりです。あ、相談か、思った。相談じゃないよ。入っていいとばっかりが散らかってるで。入って。お邪魔します。何やね。どうでした？相談。ちゃうよ。よし。ちょっとじゃあ、か。動画やから明日やな、このこれをセットしてもらっていいですか。せっかくなんで。これはちゃんとすら何言わされんねんって感じやな。いや、嫌な予感してるけどな。帰ってきたばっかりで突撃やろ。いや、ほんま久しぶりやからな。付け方を忘れた。これな、最初のチャンピオンは俺だ。おお、やれ、終わるやれ。よし、ほんでどうしたん。いや、先週のああライズあったやんか。ライズで横浜大会。そう、その大会でカンが乱入したっていうのを聞いて、お何があったんやと思って。あ、それ DM うとか DM がまあ一応めっちゃ多かったけど、そうやんな、コメントもまあまあやけど、めっちゃ多かったな。びっくりした。めちゃめちゃなんか思ってるよりめっちゃ支持されてたな。直樹とやってんの見てるみたいな。確かに一番めっちゃ声多かったよな。うん、多かった。まあそれはもちろんアンチの人もおるやろうけど、うん、めちゃめちゃ多かったな。ありがたかったな。なんかすごい楽しみになってくれてるな、うん、いや、そう、それがあって、おうおう、実際なんでああいうことになったんかなっていうか、その真相を聞きたくて。あ、なんで乱入したかって。そう、それを今日話すってこと。うん、話してほしいなと思って。ほんならこの動画2秒で終わんで。2秒。いや、ムカついたからやな。以上。あ、ちょっと改めてやけど、ほんまにしっかりそのなんていうの、ムカついた中の理由っていうか、はい、それを詳しく言えってことな、うん、それを詳しく聞かせてもらいたいなと思って、はいはい、さ、聞きたいか。まあでも、そっか、うん、俺が聞きたいっていうのもあるし、うん、ファンの人たちも多分聞きたいと思ってくれてる。俺を話す言葉がってことな。そうそうそう、考えた、ファンから直接聞きたいなと思って。急やな。まあなんていうんかな、解説の仕事をそのライズの横浜大会で俺仕事としてさせてもらってて、うんうんうん、まあ白鳥くんと直樹選手の試合を、うん、その試合も俺が解説させてもらってんけど、うん、まあ、そこで使用試合とかおもんないとかそんなことを言うために、うん、その解説者として呼ばれてるわけじゃなくて、あ、やっぱりあの解説の仕事は仕事、 それはそれっていうか、うん、視聴者から見てその試合が面白く見えるために、うん、嘘ではないから、うん、そのどういう風な動きをして駆け引きがあるんかとかそういうのを言ってあの面白く見てもらうためにやっぱり解説の仕事としていただいてさせてもらってるわけやし、うん、まあそれはそれっていう言葉やねんけど、うん、別やねんけど、いろんな意見があるとは思うけど、うん、その俺の個人的にはなんてやろ、まあ、あの使用試合をしてて、うん、まあ、延長に行ってるわけやんか、うん、実際でダウンも1個もなく判定やったわけやんか、うん、でその試合をしててその後のマイクパフォーマンスで俺がライズ代表やとか、うん、まあ、他団体とできるとか、うん、まあ簡単に言ったらこっちの団体、このライズの団体に敵おらんって言えるぐらいのやったら、うん、そんなチャンピオンやったら、まあ、俺が潰したろわっていう、おう、そういう気持ちがあって乱入したっていう感じかな。あー、なるほどな。でその乱入の後にさ、ちょっとだけカンもなんかマイク持って喋ってたやんか、うん、はいはいはい。その時にベルトをかけて11月やろうや言ってたと思うねんけど、倒せると思ったから倒すっていうのは分かんねんけど、そのベルトをかけろって言った意味みたいなとこはなんかあるんかな、うん、あー、まあ、ベルトかけろのベルトかけろって意味やな。まあそれのな、詳しいところで言うと、うん、いろんな意味があって、あそこのマイクパフォーマンスでさ、うんうん、俺がベラベラ長いこと喋るようなところでもないやん。まあな、乱入してるし、乱入してるし。だからまあいろんな感情が相まってベルトをかけろっていう気持ちになったからそれを言っただけやねんけど、一言でな。あ、まあまずそのなんて言ったんやろ、ベルトをかけろの言葉の中に、だからまとめて言うと、あったんは相手がおらんって言えるぐらいのやったら、うん、俺とやってもほんまに倒せんねやったら勝てる、相手おらん、お前ら相手ちゃうって言えるぐらいやったらベルトもかけれるやろっていう。あ、それで勝ったら、まあ、かけてみろやっていう、結局自分のものをのままやしってことやな、うんうん、そのぐらいの覚悟がないのに言うなよっていう、ただただそのぐらいの気持ち、ただ あいつがベルトを持ってたからそう言っただけ。ああ、そういうこと。そのなんて言ったんやろな、ベルトをかけろって言って、俺がベルトめっちゃ欲しい、ベルトが欲しいからベルトかけてやれって言ってるわけじゃなくて俺は、うん、ああ、うん、違うね、多分勘違いしてる人も多いと思うけど、そう思ってる人も
おるかもしれない、うん、いっぱい多分。まあ自分の素の気持ちで言うと、うん、ベルトが欲しい、それはあるに越したことはないで、うん、あったら肩書きがあるから強いやつをできるとか、うん、そういうのがあるんかもしれんけど、あるかないかで言ったらそれはある方がいいから、うん、欲しいのは欲しいけど、うん、ベルトを欲しいよりも俺大事なところがあって、そのベルトが欲しいっていう気持ちよりかは、うん、そのベルトを持ってる強いってもう世間一般から認められてるやつと俺をやって、それ以上俺の方が強いねんぞっていうのを結果で証明したいっていう、うん、ただだからベルトが欲しいんじゃなくてベルトを持ってるやつとやって倒したいっていう、うん、俺が倒したい、だから強いって思われてるやつとやって、うん、俺の方が強いやろっていうのを証明したいっていうだけの話で。なるほどな。だから一番上取ったら手っ取り早いやんか、俺の方が強いやろっていうだからまあそう言ったんかな、うん、そういう感じやな。あ、じゃあベルトをかけんでもベルトを持ってるやつを倒したいってこと。でなんかこう2回やらなあかんとかあるやん、ベルトかけんとやって勝ったら、うん、もう一回次はベルトかけてやろうとか。あ、はいはいはい、そんな慣れ合いで俺はやってないから1回やったら俺はもうそれ以上強いって証明できたら興味なくなるし、なんで2回一緒のやつとやらなあかんねんって話だし練習試合ちゃうしな、うん、ほんまに殺し合うぐらいの気持ちでやってるし、命かけてリング上がってるから、うん、そういうところは俺は見てないから、あ、だからかけてやれやっていうのを言っただけあ、うん、でまあまとめて言うと俺は強いやつとやりたいから、うん、上しか見てないから、でまあいろんな声あると思うけど、まあ、俺は上しか見てないから、で見据えてるとこが違うから、まあ現に結果だけ見て白鳥くんに勝ってるわけやん、直樹選手は、うんうん、だからそいつを倒したらまた一つ証明できると思うし、だから俺は結果を出していきたいからやれっていう感じになりました、うん、はい、なるほど以上です。あ、そういうことね。そんな話するより飯いかん今から相談かと思ったやん、めっちゃなってるし普通に飯行きましょう、まあ、飯行こうや、うん、ここで話は終わり急すぎすいません。だからまあ俺は強いやつやってしっかり結果に残していきたいっていう気持ちはもう初心からずっとあるから、どんどん上を目指してこいつの方が強いんちゃうって思われてるやつを倒していきたい、ただその気持ちで、で俺が最強やっていうことを証明していきたいっていうのがあるから、どんどんベルト持ってるやつとかに勝って成り上がっていくっていうので、まあ11月試合することは決まってるから、まああと直樹選手がどう出るか、うん、ベルトかけんでもやろうやって言ってくれるんだったらそれはそれやし、うん、まあそうならんそうな感じやけどな。あ、まあいいんちゃう、うん、俺が結果に残していったらみんなわかると思うよ、うんうんうん、だからまあみんなも一緒に11月応援してくれる方は楽しみにしててください。飯食って今から練習行ってってするから、いい状態で11月迎えれるように万全、ほら怪我も治ってだから楽しみにしといて、お願いします。むしゃぶる意識だはい、以上です。急やのにありがとうございました。ありがとうございました。